前科3番893番チョベキ太郎です。本日のお話は暴露ネタ？いや、暴露というよ。暴露じゃなくて、これ事実のことなんで、暴露じゃないんですよ、実はね。でも、これって良くないよっていう話なんですけど、じゃあ、誰から聞いた話してるんだって言うけども、今回はこれは当人です。私、会いました。会って顔を見て話した人が体験した話なんですね。ある大使館の大使という方がキーポイントになるんですが、2017年頃、自称住吉会系の右翼団体の幹部という方と一緒に南麻布にある大使館を訪れたのが始まりということなんですね。その右翼の方は右翼の会長でしょうね。調べていくと名前が出てくるので、大使に車をプレゼントしたりしたいということだったんですね。プレゼントしたい。プレゼントするってことは何がしからのよからぬ考えがあるんですね。で、プレゼントしてどうにかと。大使館でね。まあこれ言葉にできないけども、なんかそういう性風俗に絡むようなことを企んだりしたんだけども、頓挫して、その大使館は大使と秘書しか規模のちっちゃい、というかまあ国がそこまで大きくないということで、そういったことでまあ目をつけたっていうことだと思います。過去には、まあ映画の舞台にもなったり、ありますよね。博打だとかカジノをさせるとかっていうようなことだったり、治外法権なんで何かのを利用したりっていうことなんですけども、その大使は日本が好きっていうことを公言しており、著書も出してる。コロナ禍の2021年にはある絵画協会、もうこれも名前も全部出てます。その式典になんとですよ、あの日本の伝統文化であるお母様が大変有名な、過去にはいろいろな、ね、トラブルだったりもあったり、ダブルブッキングだりなんかいろいろありましたね。奥さんもタレントさんです。まあここまでにしておきましょう。その方が出席をして来賓の挨拶をしていたっていう会合があるんですね。そこではその伝統芸能も披露していた。それだけなら何ら問題ないんですよ。別にそういうことはあるでしょうね。その絵画協会の役員を務める一人に元右翼団体幹部っていう人が名を連ねている。前段でお話ししたその方なんです。ただこの人物は指の一部がね、欠損しているんですね。指の一部が欠損してるからってね、どうとはいう風なことではないですし、そういう怪我の方もありますから断定はできませんけど、まあそういう人物です。その式典後のパーティーでこの人物が今手がけている事業のことをいろいろ当人に語っていただいたそうなんですが、ほとんどがんって思うような事業なんで、海外で何百億円規模の事業を手掛けている。再来月にはプライベートジェットを買うと、そんなようなことしか言ってない。この人物の周りには、元皇族の方、もうここも名前も出ておりますが、もうあえて言いません、私も。皇族から離脱をしているが、元皇族ということで、何かとこの右翼団体幹部の人は、この面倒を見ている。その日の式典の帰りには、高級ブランド品を買ってあげてるそうなんです。で、そういったことだとか、いろんなことを皇族の人の身の回りだったりなんかやっていて、この手弁当でやってるそうなんですが、この元右翼団体幹部の人は、周りの人にですよ、詳しくは言えないが、皇室の仕事をしているというふうに豪語しているわけです。大げさに言いふらしている。また、そのことを利用してお金を集めたり、いろんなようなことも手掛けてるらしい。もう、らしいと言っておきましょう。ね、この中途半端にその元皇族の方がいるので、周りは信じてしまう。で、その皇族の方の何か仕事をしているっていうのは、どうも調べていったら、その家のなんか庭木の手入れをしているっていうことなんだそうです。それでまあそれを理由にそのお仕事を手伝っているというふうに言っちゃって、まあそりゃそうだけどちょっと違うかなっていう。で、これだけで伝統芸能の方とこの元右翼の方がズブズブだって言っているわけではなく、この2021年3月4日にはなんとか先生を、ほにゃらら先生を祝う会にも親子でなんと出席をして祝辞を述べている。なおかつ参加者を接待したりとしていると。そういったような会合に出ているのが3回ある。しかも写真もあるんですよ。私も見てます。その関係の列席してる本人さん、お母さん、あとその元右翼のね、まあ、この方の名前出すと調べると出てくるんですよ。組織名も。で、なんかすごい綺麗な女性なんかもね、横にはべらしちゃって。で、そこにこの大使も、ある外国の大使も出席しているんです。さらにこれ調べてて不可思議なことに、ある国のね、スパイではないかと噂されている
とても綺麗な女性と共に写真に収まって、これは本当に大丈夫なのか、本当に大丈夫なのっていうようなことが起こっちゃってるんです。いや、ここにね、私あの写真見ても、俺は立派なパーティーみたいなんです。まあこういったことがね、なんていうの、噂話じゃなくて、でこのこういうことが現実に起こってるんだけど、だから私は問題ないんであるなら、別にこれ普通に、あ、こういうとてもいい会合ですごくいい会を開いておりますよねみたいな感じでいいんだけど、まあこれ調べていくと、この方の右翼団体は今は解散活動停止ってなってますけど、何々県にいて代表はこの方の名前で、ここを調べていくと、ここはまあ住吉会系の右翼団体だっていうことで、で本人もこれが認めているんですよね。本人もこれ喋ったらそれは認めているんですよ。だからこれどうでしょう、この暴露というよりも事実なんで、だからここで公表するっていうようなゲスなことはやりませんので、まあ何らか情報がある方はこれを言ってもらえれば、私はいつでも写真もね、状況も説明できるんだけども、こういったことは正しいことなのか私では判断できませんので、皆さんはどう思いますかということでお話しさせてもらいました。